2000年、僕はまだ子供でした。3万円を米国株に投資し始め、その後も毎月末に3万円を継続的に投資し続けました。2000年から2022年まで合計2073回の定時定額投資を実践すると、累計投資額は母価ベースで819万円になりました。そしてそこにドルコスト平均法と複利運用効果で投資元本の時価評価額は2022年12月末時点でなんと約3506万円に膨らんでいたんです。これは時価評価額が累計投資額の約 4.3 倍に膨らんできたことを示しています。この間にはいろいろありましたよ。 IT バブルの崩壊、リーマンショック、コロナショックもありました。そして去年はインフレショック、景気悪化や株価下落を幾度か挟んできたんです。また為替市場でもドル円相場が乱高下した場面も多々ありました。長期投資を実践する間に株価や為替が短期的に大きく変動するケースは珍しくなかったんです。ただ円換算した米国株が預貯金はもちろん確定利回り証券や日本株のリターンを上回り、資産を増やすことができた市場実績がわかります。それを示したのがこちら、円換算の米国株に定時定額投資を続けた場合の長期的な資産形成効果。2000年に3万円を積み立て始め、その結果2022年12月の時点で時価資産は3500万円を超えてきたんです。イデコのような遠い将来に向けてコツコツと積み立てする場合、マーケットタイミングは一切取りません。なぜならこれらの年金は投資期間が20年とか30年の長期になります。大抵の下げ相場は長期で鳴らしてみると問題にならないほど投資成果に影響を及ぼさないからです。むしろこの手のコツコツ型の積み立てで恐ろしいことは投資しないリスクなんです。相場急変を恐れるあまり投資せずにいると、気がついた時にはすっかり相場の上昇局面を取り逃していたというようなことがしばしば起こるんです。